日本一有名なホストクラブローランドグループの、ザシック7月度ナンバーソフトをやっていこうと思います。パフ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 ポンポン、いきます。ザシック7月度ナンバー10、ナンバー入りしたのはドゥルルルルル、これフリーかな、ボン、メルセデス副主任でした。皆さん拍手。まあ、メルはこの間かな、いや6月バースデーで、せっかくねバースデーでナンバーワン取るっていう月で、あのね、看板争奪戦が入ってみんながすごすぎてね、そうせっかくのバースデーにそのナンバーね、ワンにもなれなかったし、あの看板にもね、ギリギリ本当にギリギリ看板にもなれなかったんで、結構悔しい思いしてる中でのギリギリね、このナンバー10に入るっていうのは彼のなんかこう意地みたいなものがあって、そういいなって思います。結構負けず嫌いなんで、ああ見えて、まああ見えてっていうか、みんながどう思ってるか分かんないんだけど、そう本当に素直でメルはいい子ですね。ということで、ナンバー10、ザシックナンバー10はメルセデス副主任でした。そして次、ナンバー、ザシック7月度ナンバー9、ドゥルルルルルデン、相互 MP でした。すごいです。うん、相互さんでした。ナンバー9、相互さんはね、あの本当にごめんね、あの俺がさこんな評価できるような立場ではないんだけど、最近というかここ最近まで本当にずっとナンバーには入ってなくて、最近ね本当にこうバトイベらへんかなからナンバー5ね常連になってきて、やっとねあの時代が相互 MP の時代になってきたのかなと、思います。相互さん本当にねお酒もたくさん飲めて、まあ、トーク力がすごいね、トーク力もすごくて本当にお酒も飲めて、あのすごいなって思います。相互さんはね、相互 MP はもっとナンバー上でもいい気がする。あんなになんかおもてなし力だったりトーク力があって、まあ、すごい、ね、方なんで、もうちょっと上でもいいかなって思うんですけどね。ということでナンバー9は、相互 MP でした。ということで、ナンバー8、ザシック7月ナンバー8、ドゥルルルルルルドゥン、黒崎ロミオ副主任でした。バチ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 、皆さんコメント固まってると思うんですけど、バチ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 。ロミロミはまあカリスマだよね唯一無二神、代わりがいない、そんなロミロミ、黒崎ロミオ副主任でした。昨日のエイトさんのね、生配信で一緒にねわちゃわちゃしたりした時に、セルティアさんってロミオさんと仲いいんだみたいなコメントめっちゃあったんですけど、うちの YouTube ライブで、そう昨日もね一緒のタクシーに乗って帰ってたぐらい本当に仲良しなんで、2人でね1ヶ月ぐらい前か1ヶ月2ヶ月ぐらい前に2人で卓球して、ダーツに行くぐらいなんかダーツしながらチキン2人で頬張ってたぐらいめちゃくちゃ仲良しなんで、そうロミオさん、ナンバー8でした。パチ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 。ザシック7月度ナンバー7、メンバー7位はドゥルルルルルン、的場亮介副主任 MTB でした。皆様拍手。そう MTB はね、看板争奪戦の時に初めて1000万オーバーしてイケイケですね。ザクラブから先月ね移籍してきたんですけど、ザシックに、そうナンバー7位でした。パチ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 。 MTB はね、なんかみんなが思ってるまんまかも、あのクールな感じ、ホストっぽくないというか自然体なのかな、的場指名のねお客様はそういう自然体で、あんまりホストっぽくない感じの人が好きな人が多いんじゃないでしょうか、という自分の中の勝手なイメージなんですけど。ということで、ナンバー7位は、的場亮介副主任 MTB でした。皆様拍手。ザシック、7月度ナンバー6、ナンバー6、6位はドゥルル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 ルン、九条秋副主任でした。パチ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 。そう秋はね可愛い、あざとい秋もねどっちかっていうとなんかこう俺が好きな人と秋が好きな人は交わらない気がするなんか可愛くて本当にこう母性本能をくすぐるというか、秋は可愛い、ベイビーちゃん、ザシックのベイビーちゃんで、最近秋はYouTube ライブで分かんないこととか、なんかドネルの設定とかで不具合があったり、分かんないことがあったらいつも深夜にビデオ電話かけてきて、ねえセルちょっとここさこれどうやったらこれ消せんのって言って、いつもなんか3時4時ぐらいに深夜にビデオ通話かけてくる秋ちゃんでしたインターネット強いティアは引っ張りだこです。ということで、続きまして、ラジック7月度、ナンバー5。ここからはね、ホソホソとかのランキングの上段になるんで、ナンバー5。5本指に入ったのは、
七瀬ゆきや副主任でした。パチパチパチナンバー5です。ゆきやさん、パチ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 。ゆきやさんはね、ザシックで一番男かも。すっげえ女の子にも好かれるし、男の人にも好かれるタイプ。あとね、俺がね、ゆきやさんの一番好きなところは、キャストが使うお手洗いがあるんですけど、トイレ、ザシックに。絶対、自分が手洗った後に、手洗うとこの周りとかをめっちゃ綺麗にして出るのよ。で、俺これさ、前に、これさ、みんなが見てるとこしかやってないんじゃないかなと思って、でゆきやさんが、お手洗い行って、出てすれ違って、俺がさバタンって閉めて、ゆきやさんが一人になったのお手洗いで、でこれ本当に一人の時にちゃんとやってんのかなと思ってさ、閉めるし、じゃあちょっとこうやってこうやって見てたの、隙間から。そしたらね、一人の時もちゃんとね、お手洗いのあれをティッシュで、ね、めっちゃ綺麗にしてて、うわそりゃみんな好きになるわって、こうやってあの頃まだカンボホサ時代のティアはこうやってこの隙間から見てて、めっちゃいい人だなって思いましたね。そう、そういう男気が溢れて、自分の中で決めたことは曲げない、そんな七瀬ゆきや副主任でした。第5位でした。皆さん拍手。続きまして、なんとここからは1000万オーバーです。ホストでね、やっぱ1000万オーバーっていうのはやっぱすごいですから。ザシック7月度ナンバー速報第4位、4本指に入ったのはルン九条霊支配人でした。1000万オーバーです。パチ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 。九条霊支配人は男なんだけど、みんなね、これマジで悪口とかじゃなくて、いい意味で、まあ神奈川とか、なんだろうな、湘南とかが似合いそうじゃなく、海とかが似合いそうな、まあまさにそのローランドグループで唯一無二な感じ、なんか好みとかが被らないような感じの九条霊支配人なんですけど、意外と繊細で、あとね、テーブルマナーがね、ザシックだったら一番綺麗。やっぱ俺が新人の頃は、九条霊支配人のね、テーブルマナーを見て、テーブルマナーをすべて盗んだというか、勉強したと言っても過言じゃないぐらい、一番テーブルマナーが綺麗です。まあ、彼がいる席が一番ね、テーブルが綺麗なんじゃないかって思うぐらい、まあ、自分もね、負けないぐらい、すごい気を配って目を配ってテーブルマナーさせていただいてるんですけど、それぐらいね、本当に美しい方ですね。本当になんかホストっていう接客業っていうのをね、本当に体現してるような方で、本当に素敵な方です。なんと4位、1000万オーバー、九条霊支配人でした。皆さん改めて拍手。ということで、ここからはローランドグループザシック7月度ナンバー3、なんと3本指に入ったのは桜木弓と支配人でした。パチ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 。こちらももちろん1000万オーバーです。パチ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 。店長にいつもナンバーコールの時、ヤメジャニで紹介されてるヤメジャニの、ローランド賞大炎上芸人の、桜木由美と支配人でした。パチ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 。由美坊は言わずもがな、まあ、いつもはね、ローランド賞でシャンパン入れてくれた、ね、お客様に対して、こんな安いシャンパンで、小銭みたいなシャンパンでガタガタ抜かすなって言ってるんですけど、今日はね、ちゃんと感謝を込めていつもありがとうございますと、本当にね、感謝を忘れない男になりました。まあ、ユミボーはね、本当にザシックで一番仲いいですね。ダントツで本当に一番仲良くて、天休日にね、3時間ビデオ通話するぐらい、いつも仲いいユミボーです、うん、多分お互いね、多分どっか陰キャなんだよね。ザシックで俺より陰キャな人多分いないと思うんだけど、多分どっか根が陰キャで、一緒にいて多分居心地がいいんだと思う。ナンバー3、3本指に入ったのは、桜木ユミと支配人でした。皆様拍手。仲良し。ユミボン大好き、うん。ということで、栄えある日本一有名なホストクラブ、ローランドグループ、ザシック、ナンバー2、この2本指、佐藤セルティア主任でした。負けちゃいました。ナンバー2でした。皆さん。すいません。本当にあんなに応援してくれてたのに。ナンバー2でした。そして、栄えある、ローランドグループザシック7月度ナンバーワンを制したのは、なんと高村エイト代表、こちらローランドグループ売上記録更新、驚愕の6500万オーバーです。すごすぎ。エイト最強高村エイト代表、ローランドグループザシックのザクラブの全ての記録を塗り替える
驚愕のナンバーワン、化けの門、6500万オーバーです。すごすぎ、うん、代表です、これが。いや、すごいね、あっぱれです、うん、乾杯でした。エイト代表、ね、代表就任もおめでとうございます。そして、ザシック7月の、6500万オーバーで、ローランドグループの記録を塗り替えての、ナンバーワン、おめでとうございます。皆さん拍手、改めて拍手。すごい、マジですごい。そう、正直ね、俺が4300万売って、ホスト歴11ヶ月で、店舗の売り上げ記録を作ってナンバーワン、グループナンバーワンを取って、で、まあ、すごいなって思った、まあ、俺がすごいっていうか、お客様とこのね、今見てくださってる投げ銭をね、いつもしてくださってるセルティア王国の王国民たちがすごいのは間違いないんですけど、まさかね、こんなにも早く越されるとは。いや、すごい。はい、なんで、皆さん見てください、月間7000万プレイヤーの道に変わりました。で、これね、ちょっとね、俺がね、あ、8月絶対これもう勝ちたいなというか、もう負けられないなと思ったのが、シャンパンコールって途中でマイクがあるんですけど、エイト代表にマイクでセルティアと名指しで、本当にね、尊敬できる人ってこう今までね、何年も何年も走り続けて頑張ってる人なんですけど、で、セルティアはね、ポットでの新人で、うん、そんなんもう何もないと、そんなポットでの新人にね、負けるわけがないと、あーだこうだ煽られたので、来月分からせてやろうかなと思ってます。なんで8月6500万抜いて勝ちに行きます。まあ、そのね、煽りっていうのは期待も含めて、多分ね、エイト代表っていうのはもう2年3年グループでナンバーワン、店舗ナンバーワン年間取ってきて、多分ね、退屈だったのかなっていう俺のイメージ。ライバルがいないっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、そう、今までそれぐらい身を削って戦えるような人はいなかったのかなっていう。そう、だから俺はライバルとかじゃなくて、もう越します。うん、で、年間ナンバーワンというか、まあ、店舗ナンバーワンじゃなくて、もちろんグループナンバーワン、取ります。取れればいいなとか、取りたいとかじゃないんです。取ります。ローランドグループの顔は、他の誰でもなく、俺だってことを、あと、4ヶ月で証明します。なので、8月は、高村エイト代表が作った、月間6500万プレイヤーを抜いて、今月は、7000万目指す予定なので、皆さんね、応援していただけると嬉しいです。